子供たちの未来のために教育から世界を変える男、ネクスト t e a c h リーダーの聖一郎先生です。はい。今日はですね、初任権で教えてくれない話ということで、バインダー選びのコツについてお話したいと思います。いや、先生っつったらなんかバインダーかなーみたいな感じで。でもどんなバインダー持とうかなー何がいいのかなーなんていうふうにして名前をってる方いませんかそんなあなたにぴったりの商品があります。そう。二つ折りクリップボードをお勧めしたいと思います。 これあの普段使いのクリップボード、バインダーの話なんですけど、よくあの教育実習だとか、まあ授業観察とかで、こういうの使われましたよね、この。これ溶線バサミって言うんですけど、知ってましたねえ、むちいい言葉です,ですけどね、溶線バサミ。まあクリップボードでもこういうものだと思うんですけど、これをよくあの使ってしまう人がいると思うんですが、ぜひ普段使いのクリップボードバインダーは2つ折りのものを使ってほしいと思います。なぜ2つ折りクリップボードをお勧めするかについて、 おすすめポイント1つ目は隠せるっていうこ,となんですこれ2つ折りでパターンと締めると中身が見えないじゃないですかこれ何で隠せた方がいいかっていうと子どもたちの目に触れないっていうことですよねあのいろいろこう先生方プリント配られるんですけどその中には個人名があったりだとか結構あのプライベートのことが書いてあったりもするんですよねまたこう 先生の中にはこうテストのちょっと点数だとかを控えておくとかちょっとやっぱみんなに見られちゃまずいかななんていうものもあの入ってると思うんですよ。はい、そんなものをやっぱりこうやって要線バサミのようなものに挟んでおくとねあのなんか目についちゃうじゃないですか。 うんでも、やっぱりこう、これで挟んでおけばですね、これ当然開いとっちゃダメですよ。で、ね、これ開閉じて管理しておけば、まあ、子供たちもわざわざそれをね、あのバーンと開いてみようっていうふうには思い,思いづらい、うん。というところで、ぜひね、この2つ折りクリップボードをお勧めしたいなと思うんです。これが1つ目ですね。で、2つ目はですね、分けられるっていうところなんです。まあ、何かというと、私、まあ、分けてるのはですね、この、 右と左であるんですけど、挟む用のこの右側の、プリント挟む用のと、なんかプリント挟む用の左側の、こう、部屋が2つありますよね、隠せるので、うん。で、えっと、私はですね、最近はこうやって、 えっと、いらなくなったプリントは左側のところにスッとこうしまうっていう風にしているんです。なので右側のところにダーッとその日にこう伝えなければいけないこととか渡さなければいけないプリントとか、まあ、いろんなものをこうやって挟んでおいてですね、で左側に使わなくなったものをどんどんこう移していくと。で、要はそれが 業務が終わって職員室に行って行った時にはその左側に溜まったものをごそっとやってまああの捨てるところの棚に入れるみたいなそういう風な流れで自分はやっていますまあそういう意味でタスク管理の面でもあの2つ折りにした方がいいんじゃないかなっていうところをねあの私は思っているんですで最後もうおすすめポイントこれがもう一番でかいんですけどはいこれですねぽいっていうことなんです い <laughs> って何がっぽいかっていうとですね要は先生っぽい先生風に振る舞えるってことなんですよこれあの私あのやっぱ初任者の方にあの初任者っていうかこれからね先生になる方向けにあのお伝えしてるんですけどなんか先生のイメージってあるじゃないですか先生っていうガラガラガラって入ってですねなんかバインダーをこうやって持ってってバインダーをパッと開いて先生からの連絡をしてパタッと閉じてえっと置いて授業を始めますみたいなそういう なんかこういうなんか先生っぽさあるじゃないですか。まあこれ聞いても逆に先生っぽいって言われるの嫌だみたいな人もいるかもしれないんですけども、やっぱりこう、初任とか、あのこれから先生になる人っていうのは、ある程度先生らしさってものも持っとく、ふるまうっていう必要もあるんじゃないかなっていうのは、それは、 いいんですよもう初めにいきなり教団立ってからもう俺は俺流でやるんだみたいなもうセルフイメージ私みたいに高い人たちだったらいいんですけどもやっぱりこう初めって不安じゃないですかそんな時にまずオーソドックス宗派ーじゃないんですけどまずは先生らしく振る舞う。 うんっていうのの一つの型としてバインダーを1個持って置くっていうのもなんか安心ポイントとしてあのすごく大事じゃないかなって私自身思うんですよねだからちょっとこうバインダーでしかも2つ折りでこうやってやってパタッと開いて何かを読んでそれもパタッと開いてるからみんなに見えるわけじゃないんですよそれ何か読んでるんだろうなみたいな感じにしてでパタッと閉じてねそれでみんなの前でいろいろこう 授業のこう切り替えですかね、あの落語の時にこう着物をはぐ、はぐ、<laughs> こう脱ぐみたいな感じかもしれないですけど、パタッとこう閉じて、また開いて、閉じて開いてみたいなところを一つのこうブリッジっていうんですかね、お笑い用語ですけど、あの先生の次への動きのブリッジにしてもらえばいいかななんていうふうにして思っているんです。ということで、まあ私としては2つ折り、クリップボード。 のおすすめポイントです、ね、今そういえば話してて思ったんですけどあのテストとかやってる時なんかテストの採点なんかはですねこの2つ折りのクリップボードをパタッと,あのとあの開くとですねクリップボードが立つじゃないですかそれでこう目隠しにもするなるみたいなね、えー、そういうところでまあ一番のあの,あの隠せるっていうところの,あのさらに 根拠の補強になるかなと思うんであのテストの丸付けしてる時なんかそれをパッとこうやってやってると向こうから見てもあこれ先生今丸付けしてるからちょっと覗いていかんよななんていうふうにして気遣えるようにもなるかなと思っています。でということでですねえっ、ー、と実はこのバインダーあるあるっていうのがありまして皆さんにちょっとお,お伝えしておきたいなと思うんですけど私これめっちゃやらかすんですけどバインダーですね実は結構気忘れるんですよ。 いろろんなところにこ。バインダー持って移動するじゃないですか。まあ、それこそう教室の中でそう置き忘れるってこともあったな、俺。<laughs> あったんですけど、例えばの体育館にこうやって持ってって、で体育館で何かやるじゃないですか。で、いろんなこう用具をこうやってる、こう先生に、先生、ちょっとこっち手伝ってくださいって言ったら、パッとこう、どっかに置いて、そのままやって、そのまま持っていかないみたいな。これ、あの、原宿の先生だったら、ちょっと、ああ、分かる分かるって、あるあるだと思うんですけどね、私だけですかね。で、あの、なので、これ、バインダーって結構、中に、 大事な個人情報になることだとかあんま見られちゃまずいよなっていうこともあると思うのでまあ一つ注意点としてはまあ置き場っていうものを決めるというか限定するのがね本当いいと思うんでこれは本当おすすめしますまああと名前をあの書いとくっていうのもうんの分かるように外からしとくのも大事なのかななんていうふうにして思っていますあの人生ですけどね人生ですけどねってあれですけど3分の1は睡眠時間なんですよねで 三分の一はね探し物してるっていう話も聞きますよね。だからより残りの三分の一を輝かせるためにもですね、やっぱ探し物の時間というのは、ね、極力減らすべきじゃないですか。 ね、だから睡眠時間そして探し物の時間という睡眠時間はもうしっかり覚悟して探し物の時間を減らしていろんなものをね充実した時間をしてほし,しいなと思いますんで是非置き場とこれはもうバインダーだけに限らないんですけどさまざまなものに関して置き場っていうものもうこれはここだっていうものをね決めておくっていうのはあのとてもいいことじゃないかなと思います。 ということでえ、今日はですね、バインダー選びのコツについて話させてもらったんですけど、ここでやっぱり素朴な疑問が生まれるわけじゃないですか。え、うん、バインダーもうタブレットで呼ぶねって思われると思うんですよ。ね、やっぱ若い方なんかそうじゃないですか。ですが、これ残念ながらね、教育界で、ね、もう紙文化がまだまだ根強いんですよ。例えばですね、あれですよ、あの、子供たちにいろんなこう、 イベントの催し物のねあのプリントとかむっちゃ来るんですけどめっちゃこれ紙配ってであの子供たちの机の中もめちゃめちゃ溢ふれるんですよ。であの整理整頓ができる子たちだったらいいんですけどやっぱりねクラスの中にはもう何て言うんですかつの中にもう奥の方にくちゃくちゃになったようなねあ,あいプリントが、ね、ある子ってやっぱりいるんですよね。でもうそれってやっぱり紙文化っていうのがねもほんと根付いちゃってるんですよね。 でこれも学校の先生もそうなんですけども、まあ、今でこそあの職員会議だとかも割と PDF だとかいろんなそういうベースであのパソコンで見れるようにはなってきたんですがやっぱりまだ日報っていうもの一日のそれ流れみたいな日報っていうものは割とやっぱ紙でうちもそうですけどねやっぱ紙でねあの印刷されるんですよね。でその紙は例えばタブレットを、ねあの匠に 僕はのタブレット実はまだ持ってなかっくてですね。うん、だからまあ別にタブレット取ってきゃいいじゃんって思うかもしれないですけども、まあそれ以外にもね、本当にね、髪がね、すっげえ出てくるんですよね。あれ今話してたのがタブレット欲しくなってきましたね。<laughs> 今更ですけど。うん、でも本当タブレット だから本当にそういうのは自動でね、あの日報的なのものをタブレットにあのすぐに同期するような形だとかっていうなっていて、やっぱり教育業界ってどんどんこう電子化っていうものに、ね、進んでいってほしいなって思うんですよね。本当にね、僕、先生になったばっかの時びっくりしましたよ。あの気づいたらら机の上が紙だらけ もう本当にね、いや、これ何なのって思ったのはね、すごくあの初任の時にね、そう思ったのはね、思ってます。なので、やっぱこれからはね、もっともっと電子化っていうものを進んでいけばいいと思うんですけども、残念ながらまだその電子化、そこまで進んでいない額が多いですので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、そんな時にはこの2つ折りのクリップボードっていうものをまあ用意しておくと。 うん、いろんな意味でいいんじゃないかなとえ思っています。ということでね、まあ、3点タイプであの話させてもらったんですけど、まあ一つは隠せるっていうところ、そして2つ目は分け,分けられるよっていうところ、そしてぽく見えるよっていう <laughs> ところで、えぜひ、えー、<laughs> 選んでほしいなと思っております。ということでね、え今日はですね、2つ折りクリップボードについて,話,して話させていただきました。あ、バインダー選びのコツでしたね。はい、ってううな感じで、えーと、子供たちの未来のために教育から世界を 帰る男ネクスーーチャーリーダーの成長先生でしたちょっとだけ話します。あのあれですね。第1弾第2弾と。で今日は第3弾の方、えー、話させてもらったんですけどめっちゃいいですね。あのやっぱり、んあのやっぱ第1弾でね、バンとね、バズって、プチバズってくれたのはね、本当にありがたいと思いますし、今もこう第2弾あのやった後もですね、徐々に徐々にチャンネル登録伸びてるんですよね。だから私のこう 初任権の内容はもううう本当にえそんななわざわざええううなこことととわわざざ教教えええねよよっっててていいいをきた思おりま,すまあそんな中にねちょっとずつこう情報なんかも入れていったらいいかなと思うんでもう現職の方が聞いたらそんな当たり前じゃんっていう内容だとは思うんですけども、うん、やっぱりあの初任者の方だとかこれから先生になる人たちまたあの学生さんっていうのはあんまり知らないこともありますもんね。あそういえば教育実習とかもあれかもしれないですね。 YouTube 初任権って言いながら。 教育実習の、あの、ちょっとこう事前にもなるのかもしれないですね。うん。ってな感じで、ちょっとこう、そんないろんなね、あの世代の人たちにね、見てもらえたらいいかなと思っておりますんで、これからも、あの、更新していきたいと思います。まだ、あの、チャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録を。そして、あの、グッドボタンの方、いいなと思った方は、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい。ということで、えっ、ー、と、ネクスティーチャ a ーリーダーの清張先生でした。えー、今日も最高の知事になりました。<laughs> せーの。 いいねありがとうございました。